こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代の大人の男性が買い物をすべきお店、ベスト5というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。こちらのチャンネルなんですが、主に30代の中頃から40代の大人の男性に見ていただいているわけなんですが、まあ、30代の頃はこれまで買っていたお店でもそんなに違和感がなかったかなと思うんですが、40代以降になると、やっぱり選ぶべきお店も微妙に変わってくるのかなというのは、 個人的な経験だったりだとか、僕自身が普段スタイリングする上で、やはり使い分けてる部分があるので、今回はですね、そんな40代以上の世代の方におすすめのショップをですね、5つご紹介したいなと思います。まあ、5つと言いながらもなんだかんだで6個7個ぐらいになっちゃうかもしれませんが、まあ、ぜひですね、今回の動画を参考にしながら、今後のお買い物する際にですね、1つの目安にしていただきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく 解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に40代以上の大人の男性におすすめのですね、お店をご紹介していきたいなと思ってるんですが、まあ、具体的なお店の名前に入る前に、ざっくりと大枠をお伝えしておきたいなと思ってるんですが、まあ、30代の頃と40代でお店選びにどんな違いが出てくるのかというところなんですが、まあ、トレンド感というところですね、ここをどれぐらい重視していくのかというところが、やっぱり変わってくるのかなと思います。20代ですとか30代であれば、 ある程度トレンド感が強いショップですね例えば GU だとかそういったところとかもうまく取り入れながら着こなしを構成するのもいいかなと思うんですが40代以上になってくると結構ファッション感度の高い方であれば GU もうまく取り入れることもできるかなと思うんですがやはりですね多くの男性にとってはちょっとトレンド感が強すぎるなとかあとは質感ですねこのあたりも結構重要だなと思うんですがやはり30代の頃に比べると クインも変わってきますし、肌の質感だとか、髪の毛のボリューム感だとか、まあいろんなものがちょっとずつ変化していく中で、服の素材だとか、色の細かなニュアンスだとか、まあそういったところが上質な方が自分の年齢には相性が良かったりするので、まあ40代以降になってきたら少しですね、トレンド感よりはベーシックを軸足としながらも少しだけ価格帯を上げてもらった方が僕はバランスがいいかなと思うんですね。ただ、いろんな服をですね、ちょっと ちょっと高いものを買っていくと、いくら予算があっても足りないので、ここら辺はバランスだと思ってるんですね。ある程度、アイテムによって予算を分けるということも大事で、このあたりのアイテムは割と抑えめにして、だけども、このアイテムは目立つから、ちょっと頑張って投資しようだとか、そのようなメリハリをつけたような買い物の仕方をしていただければ、結構40代以降の男性は素敵に見えやすいかなと思うので、まずはこの部分を頭の片隅に置きながらですね、聞いていただければなと思います。と で具体的なですね、お店の名前を出していきたいなと思ってるんですが、一つ目は、もうこれもう皆さんは聞いてですね、そりゃそうだよね、もう何の意外性もないよねと思うかもしれませんが、ユニクロですね。ただユニクロだけあげるんじゃちょっとつまらないので、ユニクロとセットであげたいのが、 プラステというブランドですね。まあ、名前聞いたことあるだとか、まあ、ちょっとこうお店入ったことがあるという方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、ユニクロとプラステというのは、まあ、兄弟ブランドに近いようなイメージですね。もちろんその下にはですね、GU があって、ユニクロがあって、プラステというですね、この3つのですね、ブランドがあるわけなんですが、まあ、ユニクロ自体はもう説明するまでもなくですね、大人の男性にとってはもう必要なブランドのナンバーワンであることは間違いないかなと思います。ただ全身を ユニクロでコーディネートするというのは、まあ、30代ぐらいまでだったらいいかなと思うんですが、まあ、40代以降はユニクロを軸足にしながら、その他ポイントポイントはですね、ちょっと違ったもの、少し価格帯を上げたものをミックスした方がいいと思ってるんですね。じゃあユニクロでどんなものを買うべきなのかというと、僕の中ではある程度明確で、例えばボトムスですね、スマートアンクルパンツだとか、感動パンツだとか、このようなオーソドックスなブラック系のセンタープレスの効いたような、 綺麗なパンツですねこの辺りはユニクロで揃えるのがすごくいいと思います。あとは T シャツ系もすごく良くて、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツだとか、無地の T シャツ系はすごく充実してますし、あとは丸首のニットですね。ミラノリブのニットだとか、この辺りも非常に良い,いです。このような着こなしの中でも、ボトムスですとかトップスですね。そのようなアイテムに関しては、ユニクロでベースを整えるということが非常に大切で、まあ,ある程度価格を上げても、スマートアンクルパンツだとか、そ その辺りに近いようなアイテムもありますが、そんなに価格を変えても見栄えにめちゃくちゃ違いが出るかというと、そこまでではないかなと思うので、ボトムス、ニット、T シャツ類はユニクロで買い揃えて、その他のアイテムはちょっとグレードアップするという意味で、プラスでですね、これはユニクロの系列のですね、お店ではあるんですが、やはりユニクロよりもちょっと価格帯が上がるんですね。で、トレンド感はどうかというと、まあユニクロの路線なのでぶっ飛んだようなトレンド性はないんですが、ユニクロよりは少しだけですね、トレンド性が 強くなるのがプラステという存在かなと思います価格が上がる分ですね素材感ですとかあとはデザイン性ですとかこのあたりの感度もユニクロは大衆に向けていろんな方にですね使っていただきやすいようなベーシックさがあるんですがそこからちょっとだけエッジが立てられているのがプラステなので割とですねユニクロから気軽に一歩踏み出しやすいようなそんなブランドなのかなと思っています、まあ、価格帯はですねいわゆるセレクトショップのオリジナルと近いような ところなので割とですねユニクロに比べると高いんですがかといって高すぎないぐらいのところなので例えばセットアップを買ってみるだとかジャケットアウターを買ってみるだとかこのようなアイテムというのはユニクロでも売ってるんですが主役級のアイテムで結構ですね着こなしの中でも目立つんですねそのようなアイテムにはある程度投資をした方が40代以降の男性には似合いやすかったりするのでぜひですねそのようなアイテムに関してはプラスでちょっと検討しながら お店を覗いいいいいててみるののもいいんじゃないのかなかと思っています僕は今ですね、プラスのオンラインのサイトを見ているわけなんですが、やはりユニクロとすごくですね、近しいデザイン性があって、まあ世界観、空気感も結構ですね、まあ、共通項を感じるんですが、まあ、特にですね、30代後半から40代の大人の男性に似合いやすいような、ちょっと綺麗めな感じですね。そのあたりがより強化されているので、かなり使い勝手がいいブランドなのかなと思っています。僕のチャンネルの中では、実はそんなにプラス プラステって出てこないんですが結構このですね中価格帯ぐらいっていろんなセレクトショップとバッティングするのでそこまで出てくることはないんですがユニクロというところをベースにしながらベーシックな路線をですね楽しんでる方にはその一歩上のプラステも含めて頭の片隅に置いていただけると非常に良いのかなと思っています はい、続いて二つ目のショップなんですが、これもですね、また僕の動画の中ではよく出てくるお店なので、皆さんも想像してるかなと思うんですが、二つ出します。セレクトショップのオリジナルの中で、割と科学的に抑えめな ユナイテッドアローズグリーンレベルリラクシングとシップスエイニーですね。この二つはすごく40代以降の大人の男性にも使いやすいようなお店かなと思います。まあ、先ほどユニクロが出てきました。ある程度着こなしのベースになるようなものはユニクロで揃えて、その他のアイテムですね。ちょっとここはピンポイントで良いものを取り入れたいなという時には、やっぱりですね、少し価格帯を上げるといいかなと思ってまして、そのあたりはまずプラステという選択肢もありましたが、セレクトショップというものは すごく幅広くいろんなものが置いてあるので、買い物がしやすいんですね。まあ、例えばグリーンレーベルであったら、もちろんグリーンレーベルのオリジナルも置いてあれば、まあ、それ以外のセレクトしたアイテムも置いてあるので、まあ、すごく幅広いものが揃えやすいのかなと思っています。まあ、ある程度おしゃれを楽しむようになった当初というのは、いろんなものを買わなくちゃいけないので、なるべく予算を抑えることも大事だったりするので、全身ユニクロでもいいと思うんですが、そこから次のステップに移行するにあたっては、やはり1点ずつの単価を ちょっと高めた方がいいと思ってまして、例えばですね、グリーンレベルだとか、シップスエニーで買った方がいいものだと、バッグですね、レザー系のトートバッグだとか、あとは足元、ジャーマントレーナーだとか、あとはニューバランスのスニーカーだとか、このあたりもセレクトショップであれば、ちゃんと置いてあるわけなんですね。まあそういったものを揃えるのもいいと思いますし、先ほどプラステの時にもお伝えしましたが、ジャケット、セットアップ、アウター系、このあたりもすごく充実していて、そういったものをユニクロの着こなしの中にミックス するだけでだいぶですね高見えするんですねユニクロのアイテムがもうちょっと高いもののように感じあえてくるのでまあ、すごくこのあたりのですねセレクトショップのオリジナル使いやすいかなと思いますまあ、グリーンレベルにしてもシップセニーにしても結構軸足かなりベーシックな部分があってそこにトレンド感を取り入れという形になっているのでそこまでぶっ飛んでないんですよねなので第三者から見た時の好印象というところはすごく得やすいのがこの2つのブランドかなと思いますセレクトショップにも本当に色 いろんんなな種類ががあるでででですすすそのの中でもも的にも割とですね抑え目なのですごくころも含めてこの2つのブランドというのは使い勝手がいいかなと思います。これまでの過去の動画でグリーンレーベルさんの店内の撮影ですとか、シップセンニさんの方も実際にお店に行って雰囲気をですね、見ていただけるかなと思うんですが、そのあたりをぜひ参考にしてみてください。割とおしゃれなお店って入りづらかったやとか、店員さん怖そうだなってイメージがあるかなと思うんですが、この2つにおいて は僕も日頃のスタイリングで何度も何度も使ってきましたが非常にですねスタッフの方も気さくですし親身になって色々とサポートしてくれるのでぜひ、まあ、皆さんも覚えておいていただくといいお店なのかなと思っています はい、続いて3点目のお店なんですが、これまたですね、セレクトショップというジャンルの中から選出したいなと思ってるんですが、僕がですね、普段のスタイリングの中で結構よく使ってるお店の一つなんですが、エディフィスというですね、セレクトショップ。ここもまた結構大人世代には使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。セレクトショップの中でも価格帯の幅ってすごく広いというお話をしましたが、まあ、グリーンレーベルだとかシップセニーというのは、割と科学帯的には買いやすいぐらいのところかなと思うんですが、まあ エディフィスになってくると、ちょっと中くらいの価格帯になってくるかなと思います。まあ、安いこともなければ高すぎることもないというところで、ちょっと頑張れば買えるぐらいの価格帯なので、個人的に結構スタイリングでも使いやすいなということで、すごく長い期間ここも使ってきたブランドの一つです。グリーンレベルだとかシップセニーというのは、親しみやすさだとか、自然体のスタイルというところがすごく得意な印象があるんですが、エディフィスに関しては少しトレンド感が強くはなるんですが、フレンチカジュアルをベースとしているので、 適度なカジュアル感と、だけども大人の綺麗さだとか上品さというところがうまく表現されたお店で価格帯も高すぎないというところも含めて僕の中では欠かせないお店の一つかなと思っています。まあ、スタイリングでもよく使っているんですが、例えばセットアップなんかもすごくいいですし、アウター系も非常にバランスがいいです。あとはエディフィスといったらいろんなブランドとのコラボレーションラインがすごく良くて、例えばバブアーの別注モデルを作っていたりだとか、マッキントッシュに 別別注注をかかかけたたただだだとと夏場だっっらビルルケンントックのサンダルが別注になってたいだとかこのような定番的なブランドをですね、エディフィスの独自の解釈でアップデートするというのが非常に上手なブランドなので、ある程度セレクトショップのオリジナルというところに慣れてきたら、まあ、エディフィスという選択肢も非常にいいのかなと思っています。まあ、店内の雰囲気もかなり上品で、僕はですね、丸の内のエディフィスにお邪魔することが多いんですが、結構40代の大人世代であれば、ゆったりとした雰囲気で買い物もできますし、 まあすごくですね、大人に適したお店の一つかなと思います。カジュアルからビジネスカジュアルまで揃うというところも含めて、40代以降の大人の男性だったら、まあ知っておいて間違いないお店だと思います。まあ先ほどご紹介したようなグリーンレーベルだとかシップスっていうのは、セレクトショップの中でも結構ですね、名前知ってる方多いかなと思うんですが、エディフィスとなると意外と知らない方も多かったりするので、まあぜひ皆さんも頭の片隅に置きながら、 お店があったですね、店頭を覗いてみていただければなと思っています。 はい、続いてラストのですね、お店なんですが、これ結構意外性があるかなと思うんですが、スーツカンパニーとユニバーサルランゲージという2つのですね、兄弟ブランドですね。このあたりは名前にある通り、スーツの専門店というイメージがあるかもしれないんですが、これ意外だと思うんですけども、スーツカンパニーって意外とカジュアルギが置いてあったりだとか、ユニバーサルランゲージももちろんスーツ系のお店ではあるんですが、カジュアルギもちょこちょこと充実してるんですね。このあたり結構ね、 なぜなのかというと、この二つのお店というのはもちろんビジネスウェアを軸足としているんですが、その路線をややカジュアル寄りに持ってきたような、そんなアイテムも結構店内の中にはたくさんあるんですね。例えばオフのシーンでも着れそうなジャケットですとか、あとはニットですとか、シャツなんかもビジネスカジュアルでも使えて、なおかつカジュアルでも使えるような、ビジカジとカジュアルの中間ぐらいのアイテムが結構充実しているのが、この辺りのスーツカンパニーユニバーサルラン なんですね、僕もですね、個人向けのスタイリスト歴も14年ぐらいやっているわけなんですが、結構ですね、スーツの延長線上で、ユニバーサルランゲージですとか、スーツカンパニーのアイテムをご提案することが少なくないんですよね。で、40代以上になってくると、すっごいカジュアル感のある着こなしよりも、少し綺麗めの方がバランスが取りやすいんですね。まあ、冒頭にもお伝えしましたが、肌の質感だとか、髪の毛のボリューム感だとか、あと体型だとか、まあ、20代、30代の頃に比べると、やっぱりですね、 良くも悪くもこなれ感が出てくるんですねそのあたりを服の持つ清潔感だとか質感の良さで補ってあげるという感覚が大切なのでまあ、カジュアルな着こなしよりは少し綺麗さがあった方がワイトバランスが取りやすいんですねで、このあたりのちょっと綺麗めのアイテムというところをスーツカンパニーユニバーサルランゲージはしっかりと揃えてくれているのでかなり使い勝手がいいんですねおすすめなのはちょっとカジュアルめのジャケットですとかあとはニットジャケットだとかそのあたりの雰囲気も4 時代以降の大人の男性には似合いやすいかなと思いますあとは丸首のニットだとかポロシャツだとかボトムスに関してもセンタープレスの効いたちょっと綺麗めに使えそうなカジュアルパンツも比較的多く並んでいるのでこの辺りをうまく交えてあげるとすごくですねバランスのいい休日着ができるかなと思うのでこれ結構穴場だと思うのでまずはスーツカンプの中からカジュアル着を選んでみるというところ頭の片隅に置きつつその一歩先のですねさらに大人感があって上質な 素材感を楽しめるのがユニバーサルランゲージなんですがここのカジュアルも散々僕自身はスタイリングで使ってきましたぜひ大人の男性にはチェックしていただきたいお店の一つなのでこの辺りも頭の片隅に置いていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では40代以上の大人の男性におすすめのお店5000ということでお届けしたんですが5個じゃなかったですね。結構増えちゃいました。ユニクロがあってプラステがあってセレクトショップのオリジナルだったらグリーンレーベルとシップセニーがあってもうちょっと価格帯を上げるならエディフィスがあると。そしてスーツカンパニーとユニバーサルランゲージのようなスーツショップのカジュアルラインですね。このあたりも含めていいよというところで今回はお届けをさせていただきました。まあ ま意外性のなかったところもあると思うんですね。ユニクログリーンレベルあたりは、まあ、よく出てくるので皆さんも認識はあったかなと思うんですが意外とですね、プラステとかそのあたりはちょっと意外だったなって感じる方もいると思いますし、まあ、スーツカンパニー、ユニバーサルランゲージあたりは全くですね想定外だったという方もいらっしゃるかなと思うのでぜひ、まあ、これを機会にですね、それぞれのお店見ていただきながらあとは適性があると思うんですね結構綺麗めな感じが好きだったらスーツカンパニーとかがハマると思いますし、まあ、おしゃれ中級者以降 の方であればやっぱりですねエディフィスすごくハマりがいいと思うのでまあ、それぞれですね皆さんの気に入るショップがあったらですねコメント欄でお伝えいただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしてないようなそれこそセレクトショップのオリジナルですとかドメスティックブランドですとかニット専門ブランドとかシャツ専門ブランドみたいなちょっとコアなですねアイテムのご紹介に関しては僕はもう一つ 運営しししてててまますすすす YouTube のののののメンンバーシップチャンネルル方ででで深掘りををお伝えをしています週週にに3本本オリジナルの動画と週に1本のですねねライブ配信です、ねまあ、先日ですね、こちらのチャンネルでもライブ配信やりましたが、メンバーシップチャンネルでは毎週末ですね、ライブをやっていますので、まあ、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。そちらの方では、文章と写真ベースで、おすすめのアイテムですとか、コーデントの会 解説をどんどんリアルタイムでお届けをしています僕も毎日更新していますし僕以外のスタイリストの方も記事を書いてくださっていたりだとかあとは参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな大人の男性が集まってですねワイワイ楽しめるような結構横のつながりも楽しんでいただけるようなコミュニティになってますので気になる方はぜひ概要欄からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに